これ赤嶺慎吾さんと僕のサインあれプレゼントですね、はい、いきまーす。この辺に多分赤嶺慎吾さんのサインが入ると思うんで、これを東條さんがした、赤嶺さんにこれ梶さんと赤嶺さんのサイン入りを皆さんに視聴者の人にプレゼントするのでっていうのをこれ手渡した時にどういうね反応するのかっていうのを見てみたい。見てみましょうか。いやあの人はねもう神だから温厚な人だから、ちょっと声枯れてるじゃん。おお、わかりました、わかりましたって言ってここに